天才丸藤が偉業を成し遂げようとしています。ノアが管理するタイトルは全部で5つ。そのうち丸藤がこれまで獲得したことがあるのは GHC タッグ、 GHC ジュニア、 GHC ジュニアタッグ、そしてハードコア。残る1つは GHC ヘビー。秋山を丸腰にすれば前人未到の5つのベルト完全制覇です。これは秋山との単なるシングルマッチではありません。僕らの世代の行方を占う一戦です。秋山との年齢差はちょうど10歳。今日丸藤が取れば GHC の勢力図は10年若返ることになります。この一戦は世代を超える戦いです。ここで今一度秋山のコメントを検証してみましょう。丸藤は間違いなくノアの将来を担う選手、未来のエースです。自分より10歳後輩の丸藤に対し最上級のリスペクト、これは正直な気持ちの表れでしょう。しかし未来のという限定がかかっているということは、今日このベルトを渡すわけにはいかない、そういうことも意味します。まだ時代を渡すわけにはいかない。小橋健太が帰ってくるまで王者であり続ける。丸藤の全ての技を受け、その上で勝利する。王者秋山、まだベルトと時代は渡さない。 試合前に GHC タイトル管理委員長城平一より正式試合宣言でございます。認定賞、第9代 GHC ヘビー級王者秋山純3度目の防衛戦です。放送席の解説は三沢光晴選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三沢さん、はい、現在秋山が持っているこの GHC のベルト、そのベルトへの興味はいかがですか？いや、もちろんありますけどね。ありますか？はい、ありますよ、もちろん。どんな気持ちでこの一戦を見届けますか？そうですね、まあ、今日は、ね、純粋に試合楽しもうかなと思ってますけどね、はい。まあ、後のことは終わってから考えようかなと思います。結果次第で動きに出ると。そうですね、いうことですか、はい。最前線でよろしくお願いいたします。はい、お願いします。本日のメインイベント、ベルトが一旦返還されました。いよいよ試合です。日本勝負を行います。ラオコー挑戦者リアム・ジェフォンド、マルフリー今宵エースになる丸藤直道。我が方が GHC ヘビー級選手権者250ポンド秋山純、エースが戻るまでベルトを守る秋山純。60ポンドの一本勝負、秋山純対丸藤直道。ただのシングルマッチではありません。年の差10歳、その世代闘争でもあります。こちら王者秋山純3度目の防衛戦、将来のノアのエースという丸藤との対戦を非常に楽しみにしていました。一方丸藤直道、あの2003年1月神戸での下克上宣言、結果を出すかこの武道館で、世代闘争開戦のゴングです。低い構えの丸藤、秋山を超えるか。応じる秋山、手の探り合い、両者ともレスリングの下地があります。仕掛けていくか、手が合うか。頭に手を回した秋山、探り合いです。もう一度動き封じてタックルに行った。グラウンドに持ってきて足を支配している秋山純、半身の体勢、首に手を回した秋山、バックに回ろうという構え。しかし落ち着いています王者の秋山純。最初の攻撃、ロープブレイクとなりました。ブレイクがかかっています。緊迫感の中ブレイクしました。さあ三沢さん、はい、まず両者の立ち上がり、表情をご覧になっていかがですか？そうですね、まあ、様子見っていうところでね、はい、まあ、手の
丸内の場合ちょっと緊張感あるんでね、ちょっと動いて緊張をほぐした方がいいかもですね。動いて、はい、自らのペースにしたいと。そうですね、いうことですか。最初はもう様子見でいいと思いますけどね、はい、まだ決定的なチャンスは両者生まれていません。胸が合いました。188cm 110kg の秋山、 176cm 90kg 増量いたしました丸藤直道。丸藤は本当にいい感じで体を作ってきてますよね。そうですね、胸から肩にかけての筋肉というのが、まあ、試合を組むために大きくなってますね。三沢さんもかつてはジュニアの選手でありヘビーに転向しましたが、この100キロを挟んだ体重をこう移動させる、増量するという苦労というのはどんなものがあるんですか。まあ、難しいとこなんですよね。どんなあたりでしょう。そう、100キロ超えるまでが難しいですよね。おー、やはり体重を単なる増やすだけじゃなくて筋肉が必要ですね。そうですね、動けなければいけないんで、ただ太ればいいわけじゃないです、はい、ね、その丸藤が飛ばしてショルダータックル、秋山が支配して飛び越えていく動きを読んでいた。顔面ハイキック、ラリアット、まず放っていった、胸で受けた秋山、ラリアット相打ち、もう一度ショルダー、いや、ここは丸藤が上回った。伊沢さん、はい、丸藤が動いてきましたね。そうですね、秋山も思ったより効いたんじゃないですかね。おー、相打ちからのラリアット、左の肩を気にしました秋山です。伊沢さんどうでしょう、秋山はこの丸藤をノアの将来を担う、まあ、未来のエースだと。そうですね、伊沢さんいかがですか。まあ、秋山だけじゃなくてみんな思ってるとは思いますよ、それやってね、はい、まあ、ただ口出して言うとね、本人が登れるといけないんでね、あまり言わないでいるんでしょうけどね、心の中では思ってらっしゃる。そうでしょうね、まあ、誰もが認めるところだと思いますけどね。一つ張ってローブに飛んだジャンピングに顔面的確に捉えました。ご覧の表情の秋山純、一つ大技を出しました。顔面の真正面からカウンター式のジャンピングニューを受けました。伊沢さん、はい、もし今日丸藤がこの GSC 取りますと GSC の最年少の王者誕生ということになります。そうですね、そうなりますね。逆サイドジャンピングに押し返しています。捉えたドラゴンスクリュー、膝を狙った、おっとテイク、左膝、そしてバックから、おっと後ろからも蹴り込んでいきました。これまで GSC の最年少は力王選手の32歳と2ヶ月13日今日丸藤が取れば26歳11ヶ月と14日です。20代の GSC 王者誕生するんでありましょうか。足をまずロックして釣り天井に持っていこうとしている丸藤直道です。未来のエースと言われましたが、今日この武道館で結果を出すか。返していきます、腕の力、秋山がこらえた、それを見て両膝に打撃を与えていきます。今度は4の字に持ってきました。まだ手で足のあたりを押さえている秋山、完全には入っていません。どうでしょう三沢さん、はい、20代の GSC 王者誕生なるかということですが、まあ、ベルトの名前は違いますけれども、三沢さんは初めてヘビーのベルトを巻いた時が92年の8月です。30歳と2ヶ月4日。あ、そうですか。20代は覚えてないですけどね。20代で頂点に立てるかどうかと。レスラーのその20代30代の壁ってのはどういうものなんでしょう。まあ、年齢は関係ないですからね。はい。ただ実力さえあればいいことですから、ね。ああ、なるほど。年齢ではなくていわゆるキャリア。まあ、実力の世界ですからね。5分が経過しました。秋山純対丸藤直道、4の字地獄が続いています。ロックしている、裏返るか、ロープブレイクです。失礼しました、データに訂正を入れさせてください。 GSC の史上最年少は秋山選手の31歳です。もし今日丸藤が取りますと20代での最年少、これは変わりません。これまでの最年少は秋山選手の31歳です。失礼いたしました。さあコーナーポスト、コーナーポストに秋山を引きずり込んで左膝の裏を狙っていきました。先ほどの抵抗のドロップもありましたし、秋山この左膝狙われています。そういえば2003年の1月、ああこれは厳しい、今の効いてますね。左膝を徹底的に破壊していきます。
この後の攻撃を出す時の踏ん張りというものが効きません。引きずり戻して丸藤がこの時間帯支配しています。胸で受けた、張り手になっています。あ、そして今一度膝を狙われました秋山。そしてアキレス腱のあたりを痛めつけながら、あ、また左膝です。三沢さんはかつてその膝に爆弾というものを抱えていましたから、このご覧の状況一番気持ちが分かると思いますが。そうですね、辛いですよね。やっぱりなんか攻めに転じようとした時、やっぱりあんまり効かないと攻めきれないですからね、投げ技でもそうですし、ジャンピングリーなんて放つ時には、ここで丸内が攻めつかれないように攻め続けなきゃいけないところですけどね。攻めつかれないように攻め続ける、そのあたりペース配分、この自らの体力も計算して攻めなければならないという指摘であります。ロープを背にしている秋山、少し呼吸が荒くなったか。ブレイクはしないようです。左足をセカンドロープに据え付けてサードロープにもかけました。完全にロックした状況。何を出すか丸藤、その場でのドロップキック、徹底的に膝を狙っていきます。秋山対丸藤、おっと飛び越えて、そのままダイレクト、花道に直接投げ飛ばされました。まあ、油断しましたね。油断がありましたか。いけると、まあ、丸藤だと反転できたと思うんですけどね。そのままでしたね。いかにその意表を突かれたか、自分の頭の中にそれが想定されていなかったかが分かります。苦しい息が聞こえます。丸藤ピンチ。この辺り王者の秋山が冷静でした。屈伸をして呼吸を整えながら丸藤が戻ってくるのを待っています。場外カウントが4まで進みました。一つ呼吸を整えてふーっと深呼吸をした秋山純、顔の汗も拭いました。左のももの辺り、膝の辺りを気にしつつも、さあ今花道の丸藤の状況を確認して追撃に出るか。イレブンまで進んでいます。戻りました。相当胸のあたり押さえてますね。そうですね、まあ無情でしょうね。背中からドカンと落ちましたけれども、それが胸の方に響いて、まあ、僕らで、まあ、息が詰まるって言うんですけども、まあ、背中、まあ、下が板なんでね、受け身しきれないんですよ、はい、なんとか半身ですがリングの中に戻って、そして来ましたよ、来ましたよ、その花道、花道からボディースラム、さらに連続戻った、花道からボディースラム。今角度的にも頭の方からやや先に落ちていきましたね。そうですね、こっちからはちょっとよく見えなかったんですけど、はい、丸さん場外で思わぬ落とし穴、丸藤直道、丸山からは将来のエースだとそう評価されました。しかし今日この秋山を倒してこの日本武道館で頂点に立つことができるか、下克上を果たすことができるのか。秋山がまた来ました。戻すのか、もう一度行くのか、目がランランと輝いています。もう一度行くのか、戻すのか。戻しました。自らの力で戻れなかった丸藤です。10分が経過しました。カバーしていく。これまで秋山と丸藤のシングルは過去3回あります。2000年12月の鹿島、2001年の9月のディファ、そしてハードコア2004年の10月の徳島、いずれも10分から11分という時間帯で試合が決着しています。そのうちハードコアは丸藤が勝利しましたが、2勝1敗秋山がリードしています。先ほど10分が経過しました。この辺りから秋山丸藤戦、未知の世界への突入ということになります。しっかりと体重を落として秋山が攻め込んでいきます。腕を伸ばす。ロープが見える、ロープが見える。サソリ地獄から弓矢がため、状態が反っています。呼吸器系統にも影響がある。くしゃくしゃの顔面、苦しい表情、なおも離さずに
ロックしています。ああ、髪の毛を掴んだ。上体を引きずり起こす。そして顎に手を回した。それが無理と見て切り替えていきます。もう秋山あらゆるところから攻め込んできますね。そうですね。マネージャーでこの体勢ちょっときついですよね。もちろん体格の差もありますし、ご覧の状況で関節地獄が続いています。届くか。届いた。逃れました。先ほど10分が経過しました。秋山対丸富士、15,500人。さあ、そしてあこちら健太がご覧のようにこの丸富士秋山に挑んでいくこの試合を見つめています。立ち上がってロープに振った逆エルボーをかいくぐった丸富士が、あと投げ飛ばされて後頭部と腰を強打しました。なんとかスピードで打開しようとする丸富士は見えましたが、秋山が冷静ですね。まあ、呼ばれてますね。この両者前哨戦ではあの名古屋大会で秋山が丸富士に対してあの伝説の技スターネスダストアルファを出しました。不穏な空気、匂いがプンプンしてきた。そこからブレンバスターの構えで投げるか、捉えろ丸富士、投げるか秋山、足をサードロックにかけた。この位置高さ1メートル、そのエプロンサイドから盤石の体勢。おっとリングの中張った。そして丸富士が飛んだ。あ、膝、足を狙った、足を狙ったスライディングキック、リング下に転落の秋山。丸富士はどうするか、距離を測った。いけるか、いけると見たか、いけるようだ。越えた。あっとかわした、ラリアットかわしている。トラースキック顔面。おお、知らない。なんと傑作への知らぬい観光。クルトさんが来てますね。きついですね。そうですね、場外での知らぬい観光、その場飛び、そして秋山の背中が傑作、背中がこう折れるような状況で、そう、背中と首もいってると思いますよ。首ですか、はい、いやー、一つ大きなチャンス巡ってまいりました。傑作への知らぬい、動いているのは丸富士です。あ、やはり後頭部から首のあたりでしょうか、ダメージがあります。引きずり起こされているのが王者です。もう一度行く、もう一度行く。鉄柵を使っての知らぬい。武道館にあるものなら全て使う、この状況で2連発食らいました。前哨戦でも秋山は丸藤の知らぬいをことごとく食らいました。当然警戒はしていたと思いますが、まさかあの場外で、まあ、やれる体勢ではなかったですけどね。そうですね、丸藤も考えてきてますよね。まあ、突然出たのかも分からないですけどね。秘策だったのかひらめいたのか、いずれにしても場外カウントは王者の秋山に対して数えられています。2004年のあのハードコア徳島では橋誠選手を使っての場外での知らぬいまで敢行しました。そしてこのシリーズ三条大会でもレフリーの西長を利用しての知らぬい、7色の知らぬいを持っています。15分経過しました。明らかに秋山丸藤戦、未知の世界に突入しています。15分を経過しました。距離ができています。両者ともニュートラルコーナー、先に立ち上がるのはほぼ同時か。丸藤がいけるようだ。エルボー、頸動脈のあたりにエルボー、そしてパワーボムの体勢、力が入る。鍛え上げた肉体、胸から肩にかけて鍛え上げてきました。返して、さらにバックを取った。ジャーマン、ジャーマンスープレックス、ホールドが外れましたね。そうですね、ロックが流れていきました。連続支配は丸藤です。クラッチして、これはあの時リファで出した菊池に出した技、ナリアットかわした。ダルマ式クロスアーム、受け身が取れない。ジャーマン2カウントです。この一つ前に出した技があのディファで菊池選手に対して出した技ですね。あの試合この秋山選手は見ていましたが、試合途中でその場を離れました。あの技は見ていませんでした。青コーナーのトップ、秋山が起きてきた、起き上がってきて胸板にパンチング、そして自らも追いかけるようにしてこのコーナーのトップ
ブレンバスターに捉えました。青コーナーのトップから丸藤が切り替えていく、エルボーを顔面に、あ、ヘッドバット、そしてコーナーポストに、まさにその頂点からラリアット崩れるようにして秋山が転落していきました。やはり通常見せていない動きを両者とも見せていましたね。やはり前哨戦では相手の動きを伺いつつも自らの手の内を見せることはしません。ガースキック、顎が揺れた、そして白の井の体勢、赤コーナーか、ありがとう、ロープに飛んでかいくぐってすぐ左膝、膝をついている秋山に、あー、勝って、技の読み合い、丸藤がよく対ヘビー級の選手で見せる膝をついている状況でのラリアット、放とうとしましたがそれを読んでいました。今度は秋山だ、顔面捉えたキックで迎撃、そしてもう一度コーナーのトップ、先ほど秋山が仕掛けた、まさかフランケンシュタイナー、秋山がフランケンシュタイナー見せました。珍しいですね。そうですね。そしてパワーバム叩きつけた、十分な体勢、右肩を上げてそのままボストンクラブ、腕は離しませんでした。パワーバムから切り替えて、ご覧のように丸藤の体逆に反っています。膝のあたりにしっかりとロックして、あーっと、それ以上曲がりません。あばらが折れてしまう、背骨が折れてしまう。まだ完全にうつ伏せになってませんから大丈夫です。大丈夫ですか、なんとか逃れようとしている。見えた、命綱が見えました。ロープブレイク、秋山がコーナーからフランケンシュタイナー、そしてパワーボムから切り替えてボストンクラブまで持ってきました。おお、丸藤に対して、将来のエースに対して声をかけました現チャンピオンの秋山純。エルボー、エルボー合戦、胸板へのエルボーは丸藤、顔面に打ち込んでいく秋山、ぐらついた、世代闘争だ、年齢差は10歳、GAC10 年若返るか、あーっと、顔面、いや、首のあたり、スピードを生かしました。ダブルノックダウン、やや先に秋山、いや、丸藤が立ちました。そしていや、このエプロンサイド、トップロープを挟んだ攻防、何か見せる、あー、そこだ、しました。胸のあたりを抑えた秋山、ロープが使うのはやっぱりうまいですよね、丸藤さん。エプロンからまともに転落していった秋山純。試合前、この秋山は語っていました。もし今日丸藤が勝つようなことがあればノアの時代の流れというのが一気に変わるんだと。場内カウンターは秋山に対して始まっています。サードロープを掴んでエプロンサイドまで来ている秋山、しかし丸藤が何か狙いそうだ、スワンダイブ式、狙っていた丸藤、意表を突かれた秋山、パワーボム、力を見せる、力爆弾、パワーボム落としていった。もう20分経過です。ここまでの20分、三沢さん、いかがですか。そうですね、まあ、2人ともスタミナある選手なんでね、ここからでしょうね。トラースキック、ふらついた、おー、ローリングした、的確に顔面、顎を狙っていく、ここからも駆け引きだと思いますか、ね、上を向いて仰向けに倒れた。この秋山は丸藤の技を全て受け切ってなおも勝つんだ、調印式でそう言っていました。白縫いの体勢、ニュートラルコーナーから、決まった、まず白縫い、コーナーに抱え上がっての白縫い、敢行しました。先ほどは場外で2発、鉄柵への白縫い、そして鉄柵からの白縫い、そして現在、そのリングの中で、まずオーソドックスな、その白縫いを出してきました。
お、先に丸藤が立つ。臨戦態勢は挑戦者の丸藤。コーナーのところトップに据えつけて、そして自らが外に行く。高さを生かすか、体重で劣っている分、ん、首を刈るポーズを取った。そこから行くのか、なだれ式か、なだれ式だ。決めるか、武道館のコーナーのトップから秋山が仕掛ける。秋山が逆転、秋山逆転。切り替えたのは丸藤だった。技の読み合いだ、仕掛け合いだ。距離ができている。日本武道館、秋山コール、丸藤コール。丸藤が仕掛けた、捉えた、エクスプロイダー。場外に投げ飛ばそうかというエクスプロイダー出しました。受け身が中途半端ですね。ちょうど取りづらい部分もありますか。そうですね、足がロープに当たりましたからね。丸藤が白の湯、そしてこの秋山がエクスプロイダーを出しました。ピットに立った、助走をつけた。あ、膝、膝顔面。秋山ペースになってきた。そしてこう、いや、花道が近いところでブレンバスターの構え。あーっと、蹴り上げた、顔面を膝で蹴り上げた。そして危険な匂いがしてきた。花道だ、この花道で大歓声を受けながら王者の秋山が距離を取っています。距離を取っている。丸藤がまだ膝をついている。目が輝いている。何かを狙っている。獲物を狙っている。きた、膝、ジャンピングに花道から転落。生まれた丸藤。今もうこの丸藤の顔面といいますか、頭蓋骨といいますか、荒の方向に曲がってましたね。そうそう、まだ入ったと思いますよ。花道を駆け抜けてのジャンピングに、まともに膝がこの丸藤の顔面を捉えました。自分を将来のエースと評価してくれて非常に嬉しい、光栄だと語っていた丸藤。しかし光栄だ、それだけでは満足しません。今日このベルトを取ることによって自らが提唱した下克上宣言、それが実現いたします。10位まで来た、戻れるか丸藤。秋山はリングの中で待っている。王者が待っている。戻れないか。17、あー、危ない。戻った、戻ったところに秋山、背後から強引にカバー、体が曲がった、返していく、連続カバーか。フラントネックラッカー、入ってますか。フラントネックラッカー、リングの中央、こらえることができるか、打開できるか。腕は動いている、生きている意識はある。ポジションもいいですけどね。ノアの旗揚げの時、三沢さん、これ食らいましたね。そうですね。打開するにはどうしたらいいんですか。いや、ないですね、落ちますね。ないですか。まあ、試合いや、まあ、長く続いた後だと余計落ちやすいですね。ぐったりしてきた、ぐったりしてきた。ん、秋山が一旦ほどいて、スリーカウント取るか、あ、垂直、垂直式のエクスプロイダー、勝てません。何を返しましたよ。でもね、返しましたね、はい、25分経過。勝てるか、立ち上がっていくか、向かっていくか、これも気持ちの問題ですよね。気持ちが入るか、気合を注入した、フラフラだ。垂直落下のエクスプロイダー、膝蹴り、そしてスターレスダスト、アルファー、食らった、粉々になった。返した、連続カバー、武道館が揺れています。秋山も返すとは思わなかったでしょうね。アルファー返された。秋山も揺れてますからね。日本武道館、垂直落下のエクスプロイダー返しました。
スターネスダストアルファ返しました。コーナーが近い。ブレンバスターの体勢で丸藤を乗せて何を見せるか。丸藤に意識はあるか。あー、これは流れ式エクスプロイダー、ヘッドバット切り替えた。流れ式シャミー、丸藤はまだ生きていました。目は死んでいません。見事な切り返しですね。そうですね、ここからですね。三沢さん、あの角度から流れ式食らったことありましたね。エクスプロイダー、そうですね、トラストクラーク、ラリアットかわしてチョコポロネ、いや返している、三沢かわした、捉えて、あ、前に落とした。スターネスダストガンマ、いや切り替えた、手をロック、まさかの表情、秋山純、王座陥落、そしてこの瞬間、丸藤直道、TAC の5つのタイトル、完全制覇です。本武道館、大丸藤コール、新チャンピオン誕生、第10代 TAC ヘビー級王者、完全制覇のジュニアの天才、丸藤直道、ついに頂点に立ちました。あっという間の出来事でした。ついに丸藤が頂点に立った。秋山を超えた。秋山から先に出した手を両手で握り返した丸藤直道、27分29秒、第10代 TAC ヘビー級チャンピオン丸藤直道誕生です。 TAC の5つのタイトル完全制覇しました。秋山王座陥落、日本武道館興奮の熱を溶かしています。完璧に見固め、27分29秒、ノアの歴史が変わりました。さあ、それでは新チャンピオンの喜びの声です。ノアに新時代到来です。第10代新チャンピオン丸藤直道選手です。ついにヘビーのシングルのベルトを手にしました。今の気持ちを聞かせてください。でも最高です。ジュニアとヘビー、その垣根を飛び越えた新チャンピオンですね。そうですね、でも俺ボロボロです。見ていましても非常に厳しいシーンが連続だったんですけれども、そんな中ベルト取りに向けて支えたものは何でしたか？そうですね、この前自分に息子が生まれたので、帰ったら負けないけど見せてあげたいと思います。丸藤選手は26歳でのシングルベルト体感になりました。 GHC 史上最年少でのチャンピオンです。ありがとうございました。地球一強いパパが誕生しました。最後にファンの皆さん、そしてお子さんに一言お願いします。そうですね、まだまだこうボロクソにされるんですけども、俺だけじゃなくて俺たちの世代でしっかりノアを引っ張っていくんで、何年後も応援よろしくお願いします。
ノアに新しい時代が来ました。新チャンピオン丸藤選手でした。26歳の新チャンピオンが誕生しました。さて三沢さん、はい、改めてお聞きしますが、このベルトへの今興味いかがですか。まあ頼もしいですよね。頼もしいことを言ってくれましたよね。どうなんでしょう、ヘビーのベルトですが、ジュニアのしかも20代の選手にこのベルトが移りました。まあ、全然、まあ、いいことじゃないですか、実力ですからね、それは。まあ、ただ、ね、まあ、ちょっと見てみたいかなっていうのはありますよね。まあ、マルージがベルトを取ってね、ヘビーのベルトを取って、これからの戦い方をちょっと見たいかなっていうのもありますけどね。そして機が熟すれば三沢さんが出撃することがあると。それは行かなきゃいけないんですよね。いつかは見てみたいですね。どうぞ考えてくださいね。はい、その時は期待しております。なんと丸藤直道選手、26歳での最年少王者、新チャンピオン丸藤直道誕生です。これで GC タッグ、GC ジュニア、ジュニアタッグ、ハードコア、そして今宵2006年 9.9 この日本武道館で秋山を下して手にしたその GC ヘビーのベルト、これでノアが保持する5つのタイトル全て完全制覇したことになります。しかしこれからこの丸藤に対して丸藤包囲も引かれますね。そうですね、まあ、ちょっと強くなると思いますよ。来た来た、今がっちりと丸藤が伊沢選手と握手を交わしました。伊沢さん、今の握手に何を感じましたか。そうですね、ただ素直に嬉しかっただけじゃないですかね。嬉しかっただけ、もしかしたら丸藤選手の中には対戦相手として伊沢さんも今入っているかもしれませんね。そうですね、まだ、まあ、これから やっぱりやらなくてはいけない相手だと思いますけどね、まあ、それはいつかというのはまだ分かりませんけどね、はい、第10代の GAC ヘビー級王者、最年少26歳丸藤直道、ついに頂点に立ちました。放送の解説は伊沢光晴選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。